選挙運動に関する支出は不正に支出はされているんです。だからその点
りしなければなりません。 SNS 上でハッシュタグ空白の領収書がトレンド入り。普通の会社ならありえない空白の領収書なんて。赤信号、みんなで渡れば怖くないで幕引きなど批判が殺到した。一般企業ではあまり考えられない、この領収書の空白が企業を提供したことを証明できるのは、この方は意外な点を指摘する。新しい領収書をもらったとき、政治家の皆さんよくあることなんですか？そうですね、これね、本当良くないことなんだけど、実際になったときのことは、だから会社とかに女性と思い込んだ